ふれあいバスむなかた警察署前停留所ふれあいバス。むなかた市、コミュニティバスふれあいバスは、福岡県むなかた市が、西鉄バスむなかたに運行委託している、コミュニティバスである。むなかた市、コミュニティバスについても記述する。むなかた市の西鉄バス路線空白地域などで1998年1月から、運行している、コミュニティバスで2003年に、 宗形市が玄海町と合併して、新市政となった際にも引き継がれ運行しており、現在では旧玄海町域でも運行している。ふれあいバスと宗形市、コミュニティバスがある。ふれあいバスは、市中央部の中心市街地、住宅地を中心に路線があり、西鉄バス宗形が運行し、小型バスを使用する。宗形市、コミュニティバスは、地北部、 南東部、南西部の人口の少ない地域で運行されており、地元タクシー会社の胸型グリーンタクシー、新生交通、胸型西鉄タクシー、港タクシーが運行し、ジャンボタクシー車両を使用する乗り合いタクシーである。第2系統はの右矢印の方向に、第3系統は左矢印の方向に運行。AB と表示されている区間は、第2系統。 第3系統とも同一方向の運行。特急以外は、第1、第3、第5日曜日と年末年始を除き毎日運行。矢印で表示した区間は、矢印方向のみ運行。A、B と表示されている区間は上下とも同一方向の運行。中学生以上は200円均一。小学生は100円。保護者同伴の5歳以下の用事は無料。 70歳以上の高齢者、障害者等、介護者の棟方市民に交付される、ふれあいバスカードを提示した人は100円。回数券、定期券、1日フリーパスがある。運賃体系は、ふれあいバス、コミュニティバスともに同一で、回数券、定期券、1日フリーパスも共通だが、ふれあいバスに限りにもか及び相互利用 IC カードの利用が可能。2012年6月より、 自動車運転免許証を自主返納した70歳以上の市民に公的身分証明書として利用できる顔写真付き住民基本台帳カードと市民バスの回数券をいずれも無料で交付する制度を開始している。触れ合いバスは2011年10月1日の路線大幅再編時に低のノンステップバスで運行することになったため、同日からオリジナルカラーの日のポンチョが使用されている。 8531.85328533の3台がありにしてつばす、棟方本社に所属する。各社の色と使用路線のラインカラーが対応しており、8531はオレンジ色地の塗装で、第1系統に、8532は青色の塗装で、第3系統に、8533は黄色の塗装で、第2系統に使用される。 ただし検査や故障などの場合は、西鉄バス、宗方本社所属の三菱ロー座が代走する。運行開始時は、イスズジャーニー E を導入し、金崎線の運行開始時には、日乗りエッセを1台導入したほか、イスズジャーニー E の代替として、他路線から三菱ロー座を、西鉄塗装のまま転用し、2011年9月まで使用された。コミュニティバスは運行開始時より、 運行会社各社ともトヨテハイエーススーパーロングに統一されている。ありがとうございます。